はい、皆さんこんこにちは今回はサポートベクトルマシーンの、えー、と勉強をしたいと思います。えー、前回は相対問題っていうのがあどういうものかっていうお話をしました。で今回はあさらにちょっと、えー、進めて相対問題を解いた後に、まあ、さらにどういうふうにやっていくのかっていうところを少し、えー、と深くお話しするのと,、えー、とあともう一つ KKT 条件って言われるもの、えー、とこれはカルーシュクーンタッカーっていう えー、頭文字を人の、えー、名前の頭文字を取って KKT という名前なんですけども、えー、そういう条件について、えー、紹介したいと思います、えー、まずは、えー、と少し時間が空いてしまったので、えー、と復習を、えー、しながら、まああえー、と始めようと思いますけどもまず、えー、とサポートベクトルマシンの問題というのはどういう問題かというとまあ,あーえっ、ー、と えっていました、えー、とまあデータが入力 x っていうまあ何次元かのベクトルとそしてえと出力として y まあ今はえとプラスの1かマイナスの1がまあ出力として入っているこういうようなえーとデータがまあたくさんあるというような状況を考えますでこのえと丸がプラス1この×がマイナス1だとすると まあなんかその丸があるところと×が,あ,があるところをなんかこういうふうに一本の線でまあこういう領域分けをすることができると。この領域をえとえ分類境界っていうふうに言ってえまあ今の場合はこういうふうに直線で書くと。今まあ、さらにまあこの x っていうのは2次元で。 まあ今はまあこう x と x という座標軸で書けるというようなことを考えています。そしてこの直線を表すのに係数 w1w2 っていうのを持ってきてそして定数項に b っていうのを持ってきて、えー、w1x1+w2x2+b っていう、まあ、こういうような形で書けるようなあ、えー、と分離境界の直線を、まあ、あ書いてあげると。 でそうするとこの直線の上側では丸ですよこの直線の下の領域では×ですよっていうふうに、えー、と丸領域とバル×領域を区別することができて、まあ、例えばここの新しく取ってきた点はあ丸,なんで丸なんですか×なんですかっていうことになると、まあ、この直線の下だから×ですねとかでこ,ここの辺りのこの点はあこの直線より上だから丸ですねっていうふうに。 まあ、このインプットの座標が決まれば、丸か×かを予測して答えることができると。まあ、そういうようなものがサポートベクトルマシンで、でこの直線を決める決め方として、えーと、マージンを最大にするっていう考え方を、えー、と取っています。で、マージンっていうのは何かっていうと、えー、とこの直線に平行に、えーと、上と下にできるだけ線を伸ばしていったときに、 えーとまあギリギリ上まで持っていけるところギリギリ下まで持っていけるところ丸と×を、えー、と区別する、まあ、この隙間の領域ですねこの隙間の領域を、えー、とマージンと言います、まあ、この幅幅のことこのえっ、ー、と、えー、隙間の幅のことをマージンといます言いますけどもこのマージンを最大化するように分離、えー、直線を、えー、引きましょうと。 分離境界を引きましょうというようなことをするのが、えー、サポートベクトルマシンの基本的な考え方です。とはいえ、まあ、こういうふうにきれいに、えー、と丸領域×抜領域で直線できれいに分かれるケースっていうのはまれ、あ、で普通はその例外点がたくさんあるようなケースを、えー、学習しなければいけないということが多いかと思います。でそういうようなあ例外を許すようなケース どうしてもここにノイズで×が入り込んでしまうとかこちらにどうしてもノイズに乗って丸,が丸のデータがこちらの領域に入り込んでしまうとかこういうそういうのを許容しないといけないようなケースもあるとそういうような例外を許すためにソフトマージンっていう考え方が出てきましたよというようなこともこれまでに勉強したとこだじゃないかなと勉強したと思います。 まあちょっと過去動画を見ていただければと思います。で、えっ、ー、と、それを、えー、やるための基本的なアプローチが、えっ、ー、と、先ほどの係数のベクトルですね。えっ、ー、と、X のベク、X の頭についていた W1、W2 っていう、それを、えー、とまとめたベクトル W っていうものの長さの2乗を、えー、最小化するようなものを、えー、考えましょう。これがマージンを最大化するという基本的な えー、戦略になりますだけどもそ、えー、と例外点があるっていうことを、えー、許すためにこの後ろの c×、えー、と具材 i の足し算っていうふうなものを置いています。でこれはどういうことかっていうまあで、えー、とこれをやっていくっていうのが、えー、とサポートベクトルマシンの、えー、と主問題っていうものになるわけですけども。 えと実はまあ,あラグランジュのえっ、ーえー、とラグランジュを考えたときに先に、えー、と後ろにまあ相対変数をつけてえっ、ー、と制約条件を相対変数をつけて、えー、と書いている部分があるんですけどもそこの、えー、と最大化を先にやってそこの処理を先にやってえっ、ー、と後から主変数の問題を解くまあそれが主問題っていうことで、まあ、基本的にはあのー えーとサポートベクトルマシンをの、えー、問題を、まあ、ストレートに解いていくような問題のことをこの主問題というふうに言います。でこういうふうにまあ,あこれを小最小化しますよっていうことでいいんですがただし、えー、と条件があって y×wtxi プラス b っていうのが、えー、と基本的には1より大きいっていうふうに分けたいんだけども えー、例外が入る時があるのでその例外点になった時はこの具材を正の数具材、えー、皮膚ですね負でない数具材愛っていうのを引き算して1、えー、よりも大きいっていう厳しい条件を少し緩めてあげて、えー、例,例外点を作らない、えー、処理できない点を作らないようにするっていう工夫がここに、えー 現れていますでこの、えー、yi っていうのは、まあ、今の場合プラス1かマイナス1っていうものに、えー、なっています。でこの i っていうのはーデータ点ですね学習すべきデータ点についての足し算になっているというような、まあ、これがあとサポートベクターマシンの種問題と言われるものです。で、えー、とここで使ったラグランジアンを先に主変数を処理して それから最後に相対、えっと、変数に関して最大化をするっていう風なえっ、ー、な扱う順番を変えたものを相対問題と言います。で厳密にはあんと主問題と相対問題っていうのは別個の問題ではあるんですけども、えー、このサポートベクターマシーンに関して言うと相対、えー、性強相対性っていうのがあって。 えーとこの種問題を解くということとこの相対問題を解くということは等価であるということが、えー、証明できます。ま,あ、まだ、あのー、僕の動画ではかんあ完璧な証明はまだあ見せていませんけどもまあまあいずれやりたいところでになっています、まあ。前回はそこがそういうことがありますよっていう紹介、まあ、弱相対性っていうところまでは、まあ、証明しましたっていうところで止まっていたかと思います。まあ、いずれにせよこのの問題っていうのが でその相対問題というのはどういうふうに書けるかっていうとえっ、ー、と相対変数のアルファっていうものを動かしてえっ、ー、とマイナス二分の一の、えー、アルフ αi、αj、yi、yj、xi、t、xj まあ点値の掛け算ですねだから内積ベクトルの内積みたいになっていますプラスえっ、ー、とシグマ i、えー、i での足し算することのアルフ αi っていうふうな まあなんかこういういうなものを最大化するとでただし αiyi の足し算の下もの相和は0になっていて αi は0から c までの間を動きますというような形の相対問題があるということになります。でこれを解いてしまうこととこっちを解くことっていうのは基本的にはまあ等価なアプローチになりますと。 でこっちの場合は先にえとこういうえと計算をしていくのでまず w とか b とか具材 i とかっていう主変数っていうのがまあ先に得られるわけですけどもこっちを解くとまず α っていうものがえとまあ α についてこれを最大化するっていうことなのでまず α っていうものが与えられるこれがまあ相対問題ですねえとこれをまあ今の式を最大化するっていうふうなマックスっていうやつをえと実行してあげると えー、アルファっていうのが決まりますよっていうのが、まあえー、これを解いて出てくるところです。でもあ欲しいのはアルファじゃなくて、えー、とどういうような分離境界が求まるかっていうその本当に欲しいのは W とか、えー、と B とかっていうものなのでそれがどうやって求まるかっていうことですねここからそこにどうやってつなげていくのかっていう説明がまだだったと思うので、えー、と今回はそこの話を、えー、していきます。 でえー、それをやるためにこの相対問題を導出する際に出てきた、まあ、いくつかの、えー、と条件式を、えー、と思い出しておく必要があるんですけどもまず、えー、と W に関して、えー、ラグランジュあに関してラグランジュ関数は、えー、と W とか B とか具材 i とかこの主変数に関して、えーと えー、最小化されるものでしたので、えー、と W で、えー、とラグランジアンを、えー、と変微分してあげると,、えーとまあ、それはゼロになるということになります。まあ、要するに最小化の条件を考えてあげるとで具体的に書き下すと W 引く、えっと、シグマの i の αiyixi と。 いうものになってまあこ,れここからと W イコールえーとシグマの i の αiyixi というまあこういう式が出てきます。で今 αi っていうのがあ卒位問題解いて出てきて yi とか xi っていうのはデータとして与えているもの学習させるものなのでまあここすでに分かってるわけですね。なのでこれを計算してあげることはまあもう可能で。 でそれを解いてあげると W っていう、えー、主変数が求まりますということになります。W が決まるということになります。で2番目の条件 B で変微分した、えー、ときにそれが0になるっていうのはまあこれは、えー、と相対問題の、えー、と制約条件の方に、えー、関わっている、えー、と式ですね。 まあこういうのが出てくるわけですけどもこれがこれはえっと相対変数のあ相対問題の相対問題のここにあるのとえっと同じになります。で最後具材あいでのえっと微分ですね。 えーと変微分してあげるとそれは c-αi-μi イコールっていうものが出てきてそれも0になるはずなのでなるはずなんですけどもここから何が出てくるかというと μi は c-αi ということで αi しかないように見えてたんですけどもここから μi が求まるということになります。 でまあ、こ,これも、まあ、相対問題の、えー、中に、まあ、こっそり入り込んでるっていうことになります。でえっ、ー、とあと B とこの具材 I っていうのが、まあ、あの線形の性質なので、えー、と最小か最大かっていうものをあのどん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 線形だったらあどん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 大きくなってしまうっていう。 いうことがまあ変数の取り方ではいくらでも可能になってしまうのでそこをえと止めるためにえとこの αi×yi 括弧の w の点値 x プラス b の引くことの1引くことの具材 i っていう括弧閉じっていうものがえとイコール0になるようにえしています。そしてえーと μ i かける具材 i っていうのも えとイコールゼロに、えー、していますでこれがまああの相、ーえー、補正条件と呼ばれるものになるんですけども、まあえー、とこういう条件も、えー、加わっているということになります。でここでもし、えー、とアルファアイがあゼロより大きかったとしますゼロ,、まあ、ゼロではないというふうにします。 そうするとこの双方性条件の中からこの双方性条件からこの αi が0ではないのでじゃあこれが成立するためにはこの括弧の中身が0でないといけない。したがって yi 括弧のえっと w の点値 xi プラス b 1イナス a i イコール0っていう式が成立するということになります。 で、一方で、えっ、ー、と、もう一つの双方性の条件、このミュ μi と、えっ、ー、と、具材 i がイコールゼロこれは、まあ、あんとミの、μi は c-αi って書けるので、ここに c-αi を、えっ、ー、と、代入した式をここに書いています。もう一つの、えっ、ー、と、双方性条件はミュ μi 具材 i イコール c-αi の具材 i で、えっ、ー、と、イコールゼロと。で、これでもし、えっ、ー、と、 といいう変数が、c、より小さいとつまりこの c 引く α のところが0で,ではないということだとするとじゃあこの具材 i のところが0でなければいけないということになります。したがって α が0と c の間に何かあったとするとどういう条件がこの2つから出てくるかっていうと yi 括弧のえと W の点値 XI プラス B の括弧と字引く1ってまあここにえとこれイコールゼロの中にまあこの具材 I イコールロっていうのを代入したらまあこの具材 I がなくなってしまうのでまあここだけ出てきてますよということなんですけどもまあこういう式が出てきます。でここでえ W っていうのはもうすでに求まっていて先ほどの計算で求まっていて αi,y,xi I, i のえ i での足し算 i での相和っていうものになりますなのでえっとこの式の中に w を代入してあげるそうするとどういう式になるかというとえっと yi のえこの w の代わりにこれが出てくるってことですね えとシグマ i の αiyi の、えー、と x のでここに点値があるのでここに点値があるので、えー、とここの xi ベクトルに対しても点値をつけて xj の点値というふうにしていますでその外から xi があかかっているので、まあ、ここに xi えっ、ー、と ここに xi xi ががかかかかかってるるので外らちなみに、えー、とここの w 代入する前に、えーと I、この式の中で i っていう変数はすでに使われているので、えー、とこの足し算は i ではなくて j で走らせるというふうに、えー、と工夫しています。まあ、そ,こだそこがまあ一つあ、まあ、気をつけるところになろうかと思います。 でまあ、他はまあ代入しただけなのでこの、えー、と b 引く残り b と引く1っていうのが出てくるだけですね。でこういうような式が出てきますと。でここで、えーとえー、とこの両辺に y っていうのを掛け算してみます。そうすると y×yyy i っていうのはプラス1かマイナス1なので y i を2乗すると必ず1になるので、えー、と消えてしまいます。 なので頭のところはあー、えー、とシグマの j の αjyjxj の点値に、えー、と x y を掛け算してでえっ、ー、とプラス b と。で、えー、と最後にマイナス1がついてるんですけど全部に yi をかけているので。 マイナス1かける yi でここには yi がつきますよということになります。で、こ、えー、こ、えー、ここ、b はここだけにあるので、これを b イコールっていう形にえと書き直すと、b イコール yi 引くシグマの j の αjyjxj の点値 xi、まあ xj と xi の まあ内積です、ね、なんかこういうのが計算してあげると,と B が計算できますよということになります。まあ各あの i についてや、まあ、どれか1個についてやってあげればいいかなということなんですけども、まああのー、数値的な安定性を出すためにはまあ平均取ったりとか何かまあいろんな工夫があるようです。はいえーとまあ、ちょっと こんな形で W と B っていうのを出すことができるそうするとまあ W と B が決まるとその分離境界っていうのが決まるのでまあそれをその分離境界を見ながらえその分離境界よりもえと上にあるのか下にあるのかで丸なのか×なのかプラス1なのかマイナス1なのかっていうアウトプットを考えていくっていうことになります。 でえっと、ここまで登場してきた式を、えっと、条件式を全部、えー、書き下してみようと思いますまずはあ主変数に関する、えー、っと最適化条件ですね、えっと、ラグランジュをラグランジアンを、えっと、w で微分したものそれは w-sigmai の αiyixi が0になりますよとで次はあ b での微分これも えっと0にえとなりますよと。これマイナスがついてたかな。マイナスがついてたと思います。で、えっと、これも、えっと、イコール0になる。αi と αj の足し算が0になりますよと。次に具材 i での微分。これは c-αi-μi。これも、えっと、これも、えこれも、 えとイコールゼロになりますとで主変数に関する最適化条件が3つ出てきますと。で次に、えー、と主問題の制約として、えー、と y、I、の、えー、と w 点値 xi プラス b っていうのはマイナス1マイそ,そこにさらにマイナス1マイナス具材 i っていうのを、えー、と引き算しこういうふうに引き算してあげたものはが常に0よりも0以上であるという条件。 それから、えー、と具材 i というのも非、えー、風ですよという負、えーえー、でない数ですよという条件が、まあ、主問題の制約として出てきます。で相対変数も負、えー、であっては困るという非風性というのがあるので、まあ、それも条件として αi は0以上 μi も0以上というふうにして出てきます。で最後に先ほど、えー、と説明した相補正条件ですね。アルファ I 括弧の yi 括弧の w 点値 xi プラス b-1- 具材 i 括弧閉じイコール0っていうのと μi イアイの積がイコール0になるというまあこの2つの式がまああ今まで出てきたあーえー条件式のすべてなんですけどもこれらをすべてまとめてえとカルーシュクーンタッカー,まあえーっと 英語の綴りで書くとこうですねカルーシュクーンタッカーコンディションというふうに言って、えー、とこの頭文字を取って KKT 条件というふうに言いますで、えー、とこれもまだあのちゃんとは証明していませんがあ実はこれが、えー、とサポートベクトル分類をやる際に、まあえー、と最適化問題を解くわけですけども、えー、と求めた変数が最適であるための 今,今実行して作ったサポートベクター分類が最適であるための必要十分条件になっているというものになっています。で、えー、とこれが k k t 条件というものになります。はい今回はここまでにしたいと思います。